これもともとはドライブ線だったんですけど、ブラケットを増設して船外機仕様にされています。ずっとマリーナ陸上保管、船底塗装の経験もありません。色褪せもあんまりないし、ステッカーの剥がれがあるぐらいかな。目立った傷なんかもないしね、状態はいいと思います。実際の長さは 9.2m、 横幅は 2.86 ありました。年式総合に黄みだとか色褪せ感はありましたけどね、これ磨けばね絶対綺麗になると思う。ご希望でしたらここのマリーナこのまま保管もできます。全然モコッとしてない、がっちりしてる。この本の電飾はしょうがないんですよ、古くなるとねどうしても粉になっちゃうんです。あと塗装のまあ剥がれこの程度でしょうか。あとはそんなに問題点ない。ここなんかねちょっと割れてるところをね補修してる。これヘアクラックで、ね、表面だけ。アンカーウインチは動作分かんなかった、動けばラッキーって思ってください。この辺の電飾こういうのはね消耗品、これ交換すればいいだけ。ロープはそんな長いやつじゃないね。あ、全然がっちりしてる、問題なし。まあ、この辺のステッカーの剥がれそれぐらい、この程度ですよ。この辺の電飾、まあ、この程度ですよ。これがアウトリガーがついてるけどね、竿はありません。ではアフトデッキね、海水デッキホースがセットされてます。これ清水タンクだね、今日してこれ200リッター入る。ちゃんと補給してバルブつけて、すごいよ。ほら、バッテリーが3個、1500ワットのインバータ、こうやって補強されてんだね。そしてここにブロワーがついてる。あ、ここにもバッテリーがあるんだね。そしてここにバルブ、もしかしたらこの辺に発電機を置いてエアコンを回していたのかもしれませんね。ダンパーもねしっかりしてる。でこんな感じでね、ここからこう下に降りれるわけですよ。でこう補強されてます。フライブリッジに上がっていきましょう。こんな感じです。ここにね家庭用のエアコン、ソーラーパネル、これがなんかちょっとこう背もたれが、あ、こうなればいいか、ギリギリで作ってあるね。ウィンドシールドはねここの割れてたり、まあ、こういう劣化はありますけどね、なかなかこの辺はねしょうがないんですよね、この年式になると。でもここでの操船は特別な問題はなさそうです。メーターもねこれ作り替えられてますよ。これがオーニングね。ここはねシューズボックス、座れるようになって、このシートもね交換してある、作ってある、おしゃれなテーブルがあったりね、シートが作ってある。これおしゃれさんね。前エアコンがあったのかな、ここに吹き出し口がある。あ、これこう、あ、対面式になるんだ。これこうやって、うわすごい、これおお、こんな感じで、ほら、おしゃれ。あ、ほら、ここにスイッチ類がある。 GPS 出た昔のやつね。このほら、棚がこんな感じである。ほら、
よく考えてらっしゃるわ。でこれがステレオだね。それとハンデックスの8インチの GPS ボタン。まあエンジン2機掛けだったから2つあってね、今は1個だけ。でここに家庭用のエアコンがありますよと。このねエアコンのお水がここに入るようになってる。冷蔵庫、ほらフル装備だね。ここが普通に、ここは物入れね。そしてここがマリントイレですと。ほらこんな感じよ。で足踏みでね、足で踏んでこれが水がポイポイって出てくるんです。これはもしかして何？おお、テレビがこう出てくるんだね。すごい、まあ、古いけど使えるのかな、どうなんだろう。結構ね大人が2人寝れるぐらいのスペース。現在の定員は10名。救命胴衣ね。次回は中間検査、2024年10月です。まあ、この辺のシミとかがあるから、もしかしたらちょびちょびとこのどこからか雨漏りがあるのかもしれませんね。エンジンはヤマハ2ストローク200馬力です。しっかり補強してブラケットを装着されています。古い2ストロークエンジンですけど、バリバリ動くとのことですよ。